さあ、乾杯。いろいろお世話になってます。はい、どうです。じゃあ、いくつかね、質問、聞かなきゃいけない質問とかもあるんですし、いろいろ個人的にも知りたいこともあるんですけど、まあ、まず、まあ、普通、いろんな人は多分聞いたことあるところから行きたいと思うんですけど、漫画家、最初からずっと子どもの頃なりたいなと思ってたのか、途中で気がついて、あ、これがいいかなとか、どんな感じでした？最初はね、アニメーションをやりたかったんです。アニメーションの方、でもやっぱり漫画の方が全部一人でできるじゃないですか。監督もできるんで、だから漫画の方が自由に描けるんで、だから漫画をまずやりたいなと思ってますよね。それがちっちゃい頃から思ってたんですか？それか、なんかちっちゃい頃いろいろ描いたりして。そうですね、ちっちゃい頃からずっと描いてて、絵だけは描いてたんですよ。ご両親はなんか、こんな漫画家になっちゃダメだよ、そんなちゃんとした仕事しなさいとか、そういう反対があったんですか？いっぱいありました、ね、いっぱいあったんですか？僕は北海道って言ってた。あ、北海道、出身なんですけど、そこからも出てくる時はもう怒られましたね。いや、やっぱり漫画家なんかなれるわけないでしょって。へえ。今はでももうこうやって今全部勝ってる。今はもう親戚みんな集まってきて、よかったよかった。まあそうでしたね。その育ったところって海辺なのか山の方なのか、どんな？海なかったですよ。海なかったんですか？北海道って結構海まで遠いところもあるでしょうね。電車もなくて、だから GTO の前に湘南、海の周りをちょっと描いてみたかったんですね。憧れがあって海に。それはあれですよね、海知らないといけないから行かなきゃいけないという言い訳をつけてそうすればいつでも行けますからね。実際にそういうずっと北海道に住んでらっしゃって、それかいつぐらいから東京に来たんですか？17歳の時。ああ、一人で。はい、ガッツあるね。これでできました。ちょっとだけお金持って。それは結構緊張したり？緊張しましたね。あ、そうですか。生活ができるかできないか、その東京に来た時にもう漫画になるために来たというふうに思ってたんですか？そうです。あ、そうですか。じゃあ北海道にいる間、いらっしゃる間に、もっと柔軟性の前でも何か書いたりしてたんですか？書いてました。で、どういうふうに出版社に連絡、スカウトされた？日本には同人誌ってあるんです。同人誌あるんですね。あれをずっとこうやってて、それをこうやりながら出版社にこう少しずつ持ってったりして。コミケとかにも行ったんですか？あ、コミケ行きました。行きました。知ってるんですね。いや、僕今度行こうと思ってるんですよ。8月初めて、ってことないから。面白いですよ。自分もそれで出すわけですか？そうです、出してます、ね。それはどんなストーリーでした？それはね、SF ですね。SF？ あ、そうなんですか。あの頃はもうそういうのが大好きで。なるほど。メカも描いて。メカも。そのメカ描くとき、FSF 描くときに、そういうキャラクターも描いたりするんですか？します。じゃあその GTO とかそういうの訓練にもなるわけですよね。なるほど。結構 GTO 見ると、本当に日常生活のいろんな表現がね、あるんですけど、それはいつぐらいから練習してたんですか？例えばどんな表現ですか？例えば、まあそういう、まあ、学校の中もそうですけど、やっぱりこういうところ、ラーメン屋で鬼塚がもうこうラーメンを食ってるとか、そのラーメンのお兄さんとか、いろんなそういう風景ですよね。SF の時は描けないですよね。ああいうのはやっぱりこう、まあ、普段、こう自分でやってるのを見ながらとか、あと映画とか。
やっぱり映画よく見るんですか。映画よく見ます。あ、そうなんだ。へえ。自分が漫画描いてると、うん、あの映画想像するんですか、頭の中に。どういうふうに。そうですね、まず映像が出てくるんですよ。なるほど。でこう流れが出てくるんで、それをどうやってこうコマで割っていくかっていう感じですね。やっぱりそうですね、うん、じゃあ絵コンテと似てるよね。似てます。でその出てくる映像ってこうやはりあの特にギャグもの、コメディ、まあ実用はコメディものだと僕は通るんですけど、うん、あのやっぱりオチのタイミングとか、うん、そういうのすごく大事ですよね、うん、それも映像でタイミングも測るわけですか。そうですね、あとはあの漫画で言うとこう構成の仕方があってこう開きっていうのがあるんですね。はいはい。こうページをめくった時に何があるかって何があるかっていうのが、映画で言うところのこうドーンっていう感じで、使えるんで、そこまで見えないじゃないですか。ここめくって初めてこう驚きのページが出てくる、そうするとこう読者もおっと思うんで。なるほど。じゃあ書くときにやっぱり読者がこうめくってる真似を何か、ね、なるほど。そしたら例えば漫画、素人の漫画家、うん、それで初めて新人になって、うん、それでプロベタレになるという中で、うん、訓練してくるのがなんか自分が思うのは、まあ、あの絵もそうでしょ、うん、それで今のおっしゃってるようなこうタイミングのこともそうですよね、うん、で最後はそのストーリー自体の3つなんですけど、なんか自分にとってその3つがこう鍛えてきてる中でなんかどれか先に鍛えてきたとか、これがやっぱりすぐ分かったけどそれがもうちょっと時間かかったとか あるんですか。絵はもともとずっと描いてたんで、あの特に今気をつけてるのは構成ですね、うんうんうん、テンポですね、タイミングとか、タイミング、これがすごく読み手にこう与える印象大きいんで。なるほど、うん、映画も一緒ですよね。そうですよね、うん、やっぱペースですよ。そうですよね、どこでこう驚かしてどういう展開になっていくかっていうのがすごく難しいです、多分それ分かってる漫画家さんって少ないんじゃないですか。みんなでも感性がある人はそのまま書くんです。そのままって、うん、自分の頭の中にある。あ、でもそれでうまくいく人といかない人がいて。なるほど、うん、なんかもうすごく考えるの好きなんで、なるほど、うん、それって例えば他の漫画家さんと話すときに、うん、それってみんな意識してるんですか。漫画家さん同士で話すときは、うん、作りの話はねあんまみんな言わないんです。あ、企業秘密。あ、企業秘密なんだなるほどね、今でバラしちゃってるけど企業の場合は、うん、あのすごく作りをね一番考えてたのは、日本人的なものなんですよ。脚本家で塚公平っていう脚本の人がいるんですけど、演劇をやってるんです、ね、演劇ね。でそういう演劇のテンポとか、あのその人がよく映画とかもちょっとやってるんですけど、そのテンポっていうのはすごくこう日本人に受けるテンポになってるんですよね。泣きと泣かせと笑い、あ、はいはいはい、両方をこうすごくミックスしながら作っていくんですけど、それをねなるべく GTO ではやりたかった。なるほど。でその日本人的というところがね、意外といろんな海外のところで受けてるんじゃないですか。受けてます ね。だからこれは多分世界共通なのかもじゃないですか、うん、アメリカで受けるんですか、今だってあの僕ら今ちょうど2巻目出したばっかりで、うん、あのアニメーションの方も出してるんですけど、あのやっぱり受けてますね、で面白いのはね、漫画とかアニメのファンっているんじゃない、うんうん、こうオタクとか、彼らもまあ味わってくれる人もいるけど、彼らよりもあの普通の人と、あとハリウッドでも僕らが見せたらみんなすっごい気に入ってくれるんですよ。いや日本と同じですね、そこはね。そうですね、うん、そうですね、多分年齢が違うところはあるんですけどね、少年マガジンがあるでしょこっちだと、うん、で少年マガジンの年齢、対象年齢ってどのぐらいですか。中学生ぐらいから、そうですね、社会人になるかならないかぐらい。あ、多分向こうだと GTO がもうちょっと年齢上、うん、大学生とか、そんな感じだと思うんですよ、うん。GTO もね、アメリカに行ったらどうなるかっていう話をちょっとやろうっていう話があったんですよ。やりましょうよ、それはね、あの同時発売とか、アメリカと日本でね、いいですね、うん、そういうところで、あのやはりアメリカで実用、鬼塚が日本からアメリカに来て、うん、あのアメリカ人の
あのやつをなんとか教えるという感じじゃ、うん、面白いで ね、 ね。アメリカ人でかいじゃないですか。でかい、ね、そうですか、うん、これが小さいけど多分鬼塚よりでかい。鬼塚どのぐらい、どのぐらいですか。鬼塚は175から80ぐらい、同じぐらいですね。俺よりもちょっと上ですね。上ぐらい、まあそうですね。鬼塚がタフ、あの人シルベスタスタロー、うん、あの人俺と同じぐらいの背、もうちょっと下かな。ああいう背が低い人でも割とこうタフなやついるんですよね、うん、マイク・タイソンもそうですよ。タイソンそれ小さいですよね。ちっちゃいよね。動き早いですよね。早いよね。この前負けた、この負けたんだけどね。もう終わりですよね。終わりですね。ねえ、食わない？ああ、どうぞどうぞ。まず食べましょう。でもこれは僕ダメ。あ、肉ね。これ肉の方はね、肉ダメです。全部差し上げます。美味しいんですけどね。美味しいか知らないけど、危ないじゃん、なんか。大丈夫ですか？日本は面白いですか。ああ、日本好きですよ。もちろんもう大体毎月ロスと日本通ってます。へえ。ロスに住んでるんですか今。ロスに住んでて、うん、でまあ3週間ぐらいロスにいて、で1週間か10日間ぐらい東京、はい、こっちにもマンション持って向こうにあって、こうずっとこうしてるんですよね。まあ、時差ボケだらけ。もともとボケてるけど時差ボケだと言い訳言えるとみんなとちゃんと理屈取るというか。ロスもいいですよね。あそこね、あ行ったことあるんですか、うん、何でしたっけ、あそこ行きました、サンタモンか、遊園地、遊園地のマジックマウンテン、ディズニーランド、いやディズニーランドや、ユニバーサル、あユニバーサルね、はいはいはい、日本にもできましたけど、あ大阪ですよね、うん、行ったんですか、うん、大阪の大阪じゃなくてロスの方、ロスの方ね、面白かった、そうですか。いやユニバーサルのあれうちの会社と俺住んでるところも近いですよ。あそうなんですか、どのぐらい前、何年前だろう、2、3年前か、 GTO の途中で、ああみんなスタッフと行って、なるほど、ジョーズの前でこういう写真撮ってるのかもしだからサンディエゴ運転して行けるから、うん、ロスに入れば少しロスにいらっしゃって、一緒にサンディエゴ行きますよ。あサンディエゴ、うん、車でみんな行きますよ、うん、いい、うん、走りたかったですよ車あ楽しいですよ、GTO がアメリカで受けると思わなかったですよね。あそうですか、うん、アメリカ人っぽいんですか。あ、なんかそういう質問があったんですよ、俺のリストでうちのスタッフが書いた。あじゃあどうぞどうぞいやいや本当になんかすごい感がいいんじゃない、書いてあったんですよね、うちのスタッフが聞いた質問、鬼塚 comes to the US and did you write you to almost as an outsider、 だから金髪だし、なんか不良でこう割と外人っていうかこう認められた人間で、うん、アメリカ人みたいな外人みたいな感覚で書いたんですかという質問ですね。あそれでも逆ですよね。逆日本人 の、 まあ、いわゆる不良の人たちってみんなそうですよね、うん、あんな感じなんで、まあそうですよね、うん、ヤンキーというよね、ヤンキーって言われてどうなんですか。ヤンキーってヤンキードゥードゥルという歌は浮かんでくる、知らない、ヤンキードゥードゥルという歌、人のこと言いますよね。